それが16アンペアなので、同じ答えになると,ということが、副総電力のまとめでした、はい。では、アドバンスコース。副総電力は何でもいいで VI バーと覚えようと言ったので、その理由をちょっと絵にしてみました。電圧を基準とすると、 e が百ボルト。r と。j オメガエルなんで。インピーダンスは上向きの角度。したがって、この角度だけ、下向きの角度で、まあ。五対。4対3と。いう答えにされている。とが書いてあったと。いうんで、この i に i のバーを考えてやると。上下逆になると。いうんで。e と。 i のバーをかけてやると、えー、うまいこと、えー、e と i という大きさをかけたもの同士が大きさになって、角度は e の角度を0と足す i バーの角度、このシータなんで、えー、こっちの方が来ると。したがって、このピンクのベクトルがクソ電力を表しとって、そのリアルパートが有効電力で、今つなりパートが無効電力。 で、えー、直列と考えておくと、まあ、I 字上 R と I 字上 X と,ということを表しそうと。で、2番目のやつも電圧基準で書いてもいいんだけども、わざと電流を基準にして書いてみました。そうするとここへ行きます。どっちかといったら、リアルパートの抵抗と、イマジナリーパートのコンデンサの直列接続で考えて、ー、この角度が5対4対3となっとるので、 えー、I は基準ですそうすると i と i のバーは同じです。従って p イコール ei バーのあー電圧はこっちで電流が進んでるわけですけども100ボルトかけるこれは、えー、電流の大きさの100倍が複素電力。で角度はっていうと0度足すこの角度なのでインビダンスの角度だけ負の方向になったということで。 p イコール e i バーはこっち向きなので、リアルパートが3200ワットで、イマジナリパートがマイナスの2400バールというふうに、えー、バールで出すときに、コンデンサはマイナスになっとると。L はプラスになっとると。ということであります。そうすると e i バーで電圧基準だろ,ろうが、電流基準だろうが、 今まで言ってことがなうとなりたということがわかります。別の言い方をすると、有効電力と無効電力をまとめたかったら、直列接続であれば電流が共通なんで I 次乗 R か I 次乗 X。並列接続であれば電圧が共通なんで R 分のまあ E 次乗か V 次乗、X 分の V 次乗と。 いうふうに、えー、考えるということで、えー、それをそ電力の、えー、ワットとバールを使って、えー、そこの上で求めた直列の場合は電流の事情をかける R 並列の場合は電圧の事情を割る R が上の値になるようにそれぞれの素子の値を求めていってやると、えー、直列回路のインピーダンス並列回路のインピーダンスが求まると。 えー、どっちで考えても合成インピーダンスはさっきこのプラスプラスが逆だったので、えー、ちょっと注意が必要ですが同じになるとこれは後で直しておきますで E か I いずれかが基準位相でなくても基礎電力は VI バーでいいかなということを考えてみたいと思いますちょっとでかすぎるのでちっちゃくします えっと、ここにインピーダンスがあります。r プラス j オメガ L と。で、まあなんでかわからんけど、電圧の100ボルトがここにいたとしましょう。そうすると電流はイン電圧よりもインピーダンスの角度だけ遅れるはずなんで、まあ、ここら辺におるということになります。それで、えー、e と i です。 で、ここに i のバーがおります。で、p として、負ソ電力 ei バーとするとどうなるかということですが、えー、大きさは大きさ×大きさなんで、1 0 0 × 4 0ア,アという形。それから角度は e の角度足す i バーの角度なんで、e の角度がこの角度です。 それから i バーの角度というのはこの角度なんで、えー、簡単に言ったら e の角度から i の角度を引けというとやっぱり電圧と電流の間の位相差になるとその電圧と電流の間の位相差というのはインビーダンスの角度と等しかったということで確かに、えー、ここのところにできる 直角三角形3対4対5のやつをぐるっとぐるっとこっちの方へ持ってってやって有効電力の部分がリアルパートナーにすると3200と2400と4000ということで電圧と電流がどっちが基準であってもどっちも基準でなくても今言ったことは成り立つと簡単に言うと 電力 EI バーは、えー、電圧も電流も角度を持っとる場合大きさは確かに e かける i になっていいんだけども、えー、もし Ei で計算してしまうと E の角度足す i の角度になるんでこっちの方いっちゃうということになるんで、えー、電圧と電流の、えー、力率というのは同方向の成分コサインシーをかけるということだから ここの角度っていうのは電圧の角度引く電流の角度。ということは E×i のバーとすれば、えー、電圧の角度と複層共液の電流の角度を足し取るので、電流の角度を引い取ることになって成り立つということであります。はい、以上です。